恐怖と思い出してイライラしたので書き捨て。高校時代、毎日毎日痴漢されてた。一本電車遅らせても、車両変えてもやられたから、多分狙い撃ち。もう男自体というか、性的なものが気持ち悪くてしょうがなかった。それで勇気出して、この人痴漢です。って手を掴んで上に上げてやった。サラリーマン風のスーツのハゲ散らかしたおっさんだったんだけど、触ってない冤罪だ。って叫ばれた。さらに、横から、このおじさん、触ってませんよ。カバン、両手で持ってるの見てましたって、若いフリーター風の人が口出してきて、駅員のところまで行ったけど、私が、悪者、みたいな空気出されて終わった。というか、どこをどう触られたのか説明してとか駅員に聞かれたけど、高校生の自分には口に出せなくて、もういいですって言って駅員室出て行った。今なら、毎日、スカートに手突っ込んで、今日は、下着の上から指で押されたとか言えるけど、もう嫌悪感で泣くしかなかった。当時、映画で、痴漢冤罪の作品があったから、親兄弟も、お前が触られたの?冤罪だったんでしょと、馬鹿にされた。でも、私、あのおっさんとフリーターが、顔、見合わせて、見合って笑ってるの見た。共犯だった。大体尻触ってる手を掴んで持ち上げて、冤罪って意味わからない。それから、始発に近い電車で通学することにして、親も考えたのか、自転車買ってくれた。許可取って、坂道多い道を10キロ、雨でもカッパで通って、卒業した。大学は、地方へ進学、何事もなく過ごし、就職して地元に戻ったある日、あのおっさんとフリーターがいた。チラ見してたらフリーターが、私の高校の制服のこの後ろで、もぞもぞしてた。痴漢してた。満員電車だから寄っていけなかったけど、駅降りた後にその子に声かけて、駅員室に連れて行った。あの頃とは会社名変わったからか、駅員の対応も違って、女性駅員さんが呼ばれて親身に対応してくれた。その子も、半年以上毎日痴漢されてた。私の過去話もして、警察が動いてくれた。そして、私は見られなかったけど、その子が、この人痴漢ですをしたら、今度は、おっさんが、違いますよ見てましたって言ったらしい。二人とも逮捕。私も告訴した。知らなかったけど、私が途中で逃げても、おっさんもフリーターも、私も名乗っていたので記録残されてて、いけた。おっさんもフリーターも家庭持ってたし、仕事もそれなりだったらしいけど、計画的で常習性あったし、私も、奥さんや子供から手紙もらったけど、取り下げませんって返信した。本当は、反響欄で、あの時の恥ずかしさや嫌な思いをしねしね連呼しながらぶつけてやりたい。あの遺伝子が残されているのも許せないし、できれば、大事なもの全部燃やしてやりたい。もう地元離れたし、これもかなり前の話だけど、未だ思い出してイラつくから、痴漢の刑罰って軽いわ。本気でそう思う。告訴した時に、相手の弁護士が、うちの弁護士に減刑嘆願書とか持ってきたらしいけど、社会的に信頼されたいい会社人だったとか、家庭は円満で、子供は受験生で推薦がとか、とにかく腹立つ情報多かったわ。減刑嘆願書に協力した家族や同僚の気が知れない。会社に事情を話して有給もらった時も、君がそれだけ魅力的だったんだね、とか、まるでいいことみたいに言う人もいたし、本当に冤罪じゃないの、とか、よく、毎日お前を触ったね。昔は可愛かったの?とか言われたから、男嫌いはしばらく治らなかった。痴漢は、とにかく去勢されて、隔離されてほしい。あと、痴漢を訴えた後に、男の敵、みたいに攻撃してくる人や、痴漢は、いい女の証拠、みたいなこと言い出す人も罰せられますように。それを、悪気がないってフォローする人も。